奈良県中部の山あいに広がる吉野町。北は高取山、龍門ヶ岳を隔てて古代日本の中心だった飛鳥地方につながっており、古くから天皇皇后らの離宮が営まれた場所です。そんな吉野町の中ほどを流れる清流が吉野川です。大台ヶ原を水源に吉野町の中央を東西に流れるこの川は、流域に大きな恵みをもたらしてきました。宇田紙と呼ばれる和紙もその一つです。和紙の材料となる楮を蒸し、樹皮を剥ぎ、身を切るような厳冬の吉野川にさらす。その後もいくつもの工程を経て白土を加えて手すきされる製法は、一説には6世紀から7世紀に古代日本の英雄聖徳太子が伝えたとも言われています。その昔ながらの製法を今も守り伝えているのが福西和紙本舗です。強度や柔軟性、保存性から書や絵画の裏打ち用の紙として使い続けられてきた宇田紙、今も国内外の文化財の修復などに利用されています。福西和紙本舗では繁忙期の陶器を除き、和紙の手すき体験をすることができます。体験できるのは、はがき、または小書サイズの手すき体験。伝統工芸士の手を借りて手すきし、途中、よもぎや桜などの天然染料で着色、模様をつけ、最後にもう一度手すきすれば完成です。完成した和紙は2日ほどかけて乾かした後、郵送されます。営業時間や料金などの詳細は、直接福西和紙本舗へお問い合わせください。